こんにちは。1月4日でございます。FX の相場解説、6時半になりますけども、今日もね、1時間軸だけを見て、ゆるくスタートしていこうかと思います。まだまだ本番ではないですけどもね。どうぞ。1時間軸で肝心なことは、押さえておきたいのは右肩上がりですよってことですよね。上がっちゃ横に行って、上がっちゃ横に行って、を繰り返して、現在ここにまで来てます。で、えっと、 こういうういなレンジが引けると思うんですよまずここで1個引けてると思うんですけどもねそれが今はちょっと大きくなってこういうふうになってきてますよねで115円の341で今バランスしてますけどもここを突き破って上の方に行くようでしたらエントリーポイントが見えてくるかなっていうとこぐらいですねまあどちらにしてもどっからでもいいから倍に入ればまあしばらくは取っていけるんじゃないかなと思いますこのまま円安は進む傾向になってますから実際円安がどんどん進んでるでしょ だからこのトレンドが終わるまでは、ロスカットを激しく食らうまでは、倍の方に入っていけば、まあ勝つことはできるんじゃないですか。まあそういうふうな大きな流れを捉えておいていただければあー OK です。今年もね、しっかりと FX で稼いでいきましょう。それでは、いってらっしゃい。